チーームムの脆さを露呈するようなゲームだった現地7月14日日本時間15日に本拠地エンゼル・スタジアムで行われたヒューストン・アストロズ戦にエンゼルスは5対7で敗れたこれで6連敗となりレギュラーシーズンの後半戦から厳しい船出となった大谷翔平投手が2番指名打者兼投手で先発マウンドに立ったこの日エンゼルスは攻守に制裁をかいた 2回裏に2点を先制しながら大谷が攻め込まれた4回表に同点とされると問題のプレーが5回表に1点を勝ち越されて迎えたワンアウト2塁の局面で起きる相手4番の補正アブレイユが初球を打ってボテボテのサードゴロに倒れたのだがここでサードのルイス・レンヒーホがまさかのお手玉ボールが三遊間を転々とする間に2塁走者の生還を許したのだ。 右手中指の割れた爪と豆の影響もあってか思うように投げきれずマウンド上でも「クソ」と F ワードを用いて漏らしていた大谷それだけに打ち取った当たりを弾かれた軽率なレンヒーホのミスには両手を膝について「嘘だろ」と言わんばかりの表情を浮かべた守備で起きたミスのネガティブな影響は攻撃にも波及する4対7とビハインドを追っていた7回裏にエンゼルスはノーアウト1・2塁の局面を作るもこの日メジャー昇格した 9番のマイケル・ステファニックが送りバントを失敗さらにベースから飛び出していた二塁走者のハンター・デンフローが打球を補給した相手捕手マーティン・マルドナードに刺されて痛恨のダブルプレーに絶好機を不意にしたもちろん抜け目のないアストロズのプレーは際立っていたとはいえエンゼルスは平凡な内野ゴロでダブルプレーを取れなかったケースも他にあり記録に残らないミスを含めて集中力を欠いている感が否めない 故に批判の声も噴出したエンゼルスの専門サイト「ヘイロー・ハング・アウトは」はまだ明らかに指を痛めている影響があるのに「ここで大谷を先発させる意味が分からない」とフィル・ネビン監督の決定を嘆いた上で「バントなんか絶対にさせるな」と主張さらに米メディア「ジアスレチック」でエンゼルス番を務めるサム・ブラム記者は「おそらく大谷が気にしていたのは爪だ。ネビンは試合前にもう問題ないだろう」 と言っていたが気になるようだと懐疑的な意見をツイートしている内容も同地区のライバルアストロズに圧倒されたエンゼルス今季初めての借金にとなり悲願のポストシーズン進出が遠のく形となった黒星はあまりに痛恨だ試合後の会見で大谷は爪の影響について次回いつ投げるか話してないのでまずは明日確認してって感じになる主に爪。 マメはそこまで大丈夫かなと請球への影響はまあ感じますね指先はそれだけ繊細ですしそこまでのプロセスが良くても最後の引っかかりで全てが台無しになるのが投手その中でやらないといけないシーズン回ってればそういうこともあるこれも経験かなと思ういい球もあればかばって投げる時もある球種によっても違いますしと前を向いた チームの負けが込む中での苦しい胸中も記者から「このチームで勝てる自信は?」と問われ「オフェンスは今日もヒットも出ていましたしもう一本というところだったんじゃないかな」と「最小失点で試合運べていたら勝てるチャンスはあった」「やれることをしっかり自分自身もやっていきたい」「またフラストレーションが溜まっている状況か?」と問われそれはなると思う。 負けが混んでくると人間誰しもそういう感情は出るんじゃないかと頷いた。守備の乱れでの失点や降板の場面では苛立だった表情を浮かべる場面もあった。同点の5回のルイス・ネンヒーォのエラーの間に4点目を与えたが大谷は珍しくマウンド上で膝に手をついてうなだれた。降板の場面は不満というか自分自身が思い通りではなかった。あそこも抑えて 先頭しっかり切っていれば、味方の守備が乱れた場面も、まずはバットに当てさせないのが一番効率よくアウトを取るための手段なので、インフィールドに打球が転がればああいうことが起きてしまうので、誰もがエラーしたくてしてるわけじゃないですし、まずは一人一人がやっていくことと語り、同僚を責めなかった。同点に追いついた6回先頭ジュルクスにフォアボールを与えたところで降板。 大谷は納得いかなかったのかベンチに戻る際に首を振って何度も絶叫する場面もあった不満というか自分自身が思い通りではなかったと自らを顧みたフィル・ネビン監督が怠慢守備に怒りをあらわにしたカリフォルニア地元放送局バリースポーツウェストの中継内で紹介された試合後の会見でネビン監督はプレーを見ただろうと言いおよそ4秒弱沈黙。 言葉を探すようにしてそれが物語っているあのプレーには許容できないものがあったとまくし立てたネビン監督は自利明白だ許容できない全力を尽くしていなかった彼はなぜ私が怒っているか理解していたタフなプレーだからエラーしてしまったことは仕方ないがその次が大事だいつも言っていることだとエラー後の対応がまずかったとした5回ワンアウト二塁の場面で ホセ・アブレイユの弾んだゴロを塁のレンヒーホが後逸ボールが転がる間にタッカーが4点目のホームを踏みアブレイユは二塁へ進塁した大谷が後続を抑えたがどのみち得点されていたと思うがアブレイユが二塁に進塁したことが許せなかったと語った彼が最善の努力をしたと思わないと指摘したネビン監督は彼は球場照明の光でボールを見失ったそれはわかる 難しいプレーだと理解を示しながらしかしその次のプレーがあまりに大事だといつも言っているいずれにしても点は入っていたかもしれないがアブレイユが二塁に行ったのは容認できなかったとエラーした後のカバーに納得がいかない様子だったまた懲罰交代はチームに勝つを入れるためではなくそういう意味で交代したわけではないと説明話をしたら分かってもらえる時があるレンヒーホに初めて。 全力プレーをすることについて話したか何回目だったかは言いたくないけどいいと思わなかったことは事実だだから交代させたと今回が初めてではないことを示唆していたまた大谷の次回登板について彼の右手中指は注意深く観察していかなければならないだろう確認したところ爪は割れてはいないが彼を降板させることを決めたとし 今季はこれまで主に中5日で登板してきたが次回先発については今後の指の状態を見なければいけないと語った大谷は簡単に休む選択をしない男だシーズンで回っていればそういうこともあるこれも経験打撃でも不審が続き休養か必要と思われるタイミングでも強行出場快音を響かせて周囲の雑音を封じてきたこのまま投げ続けて爪が完治するのか 疑問符はつくただ投げられる状況なら投板を続けるのは必死投手大谷が離脱することになればただでさえ厳しいエンゼルスのポストシーズン進出は風前の投下となってしまうカリフォルニア地元紙オレンジカウンティ・レジスターによるとレンヒーフォは「私はあれよりも良い努力ができたと思うあれから学んだ」と通訳を返して語り反省の弁を述べたという大谷の存在は「 日本列島を連日明るく照らすだけでなく米国でも日ごとに注目度を高めているようだ米スポーツ専門メディアジアスレチックは野球界を超えて大谷の米国での人気が高まっていると特集ファンはもちろん敵味方の関係なく選手や関係者からも愛される特別な人柄に焦点を当てた戦いの地を米国に移して6年目同メディアは大谷のブランドはかつてないほど強力になっている と言い切る MVP を獲得した2021年のオールスターゲームでは選手グッズの売り上げの28%を大谷が占めたことを紹介大谷の今期のスポンサー契約は3,500万ドル約48億円が見込まれているという米経済誌「フォーブス」の情報も添えた投打二刀流という唯一無二の存在であるだけでなく周囲を虜りこにするのは大谷の人柄記事でも彼の謎めいた そして神秘的な本質がその人気に寄与しているとさえ考えられているのかもしれないと特筆するデッドボールを与えた打者に謝罪したりチームメートには子供のようないたずらをしたり大谷がどんな人物かが垣間見えるファンもそういった場面に飛びつくと感心するかつて通訳を介して話す大谷を批判する声もあったが同メディアはこれは正しくなかったと断言成し遂げていることの大きさに改めて感服し 大谷は選手たちがメジャーリーグにおいてハイレベルで二刀流ができることを証明したそしてそのおかげで以前は不可能だと考えられていたことをより若い世代が夢見ることができるようになったとまとめた。